サウジアラビア代表は、現地時間9月10日に敵地で北中米ワールドカップ、W 杯、アジア最終予選の第2戦で中国代表と対戦。0対1とリードを許した前半途中、MF モハメドカンノが相手を蹴り上げ退場する事態となっている。5日に行われた最終予選の初戦でインドネシアとドロー、1-1、に終わっていたサウジアラビアは、日本に大敗した。 0から7、中国のホームに乗り込んだ。試合は前半14分、左からの中国のコーナーキックのボールをサウジアラビア DF ありアラジャミが頭で触ると、自軍のゴールネットを揺らしてしまい、オーンゴールとなった。さらにサウジアラビアボールでキックオフされてすぐのプレーで、カンノがドリブル突破をファールで止められ転倒。その際に中国 MF ジャンシャンロンの腹部を蹴り上げた。 VAR ビデオアシストレフェリーが介入し、OFR オンフィールドレビューの末、カンノにはレッドカードが提示された。それでもサウジアラビアは前半39分にコーナーキックのボールを DF83 カディシュが頭で合わせて同点に追いつき前半を折り返した。